ヨーブラザー、白瀬ゴールです。今日はトライブスオブズミズガルドの動画になります。今ね、オオカミのサーガっていうシーズン1がまあ行われてるんですけども、まあ、この報酬の受け取りですね、レベルアップの仕方とかもちょっとね、注意点として話しておきたいことと、あと報酬の受け取りですね、チャレンジの、まあ、実績、これなかなか難しいやつがあったりするので、そのいくつかの取り方、取りやすい方法などのお伝えと、まあ、さっき言ったレベルアップにつながってくるんですけども、この深夜解放でバルハラに10回帰還するっていうのがあるんですが、これでね、まあ、巨人3体倒して抜けるっていう行為をね、初っ端からする人いると思うんですが、まあ、ちょっとあんまりやっても意味ないよっていうところのちょっと細かい解説、あとは最後にこっちセイズの降り手っていう、そのおすすめの、まあ大体おすすめされるルーンがあるんですが、これのまあめちゃめちゃ強くて汎用性高いんですが、まあデメリットも伝えていきたいなと思ってます。ぜひぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずは実績チャレンジの、おすすめですね。まず一つ目、この100万ソウルを達成するっていうのがあって、まあ、これ太っ腹ですね。ミズガルズでソウルを100万使う。これ僕獲得済みなんですけども、なかなかね、この100万ソウル使うって難しいので、これを楽にね、やっていくっていう方法。で、肝がですね、このサーガモードで、1万ソウルをね、所有するっていうのとは違って、ミズガルズなので、サバイバルでも OK なんですね。うん、なので、まあ、これの説明をしていきます。でもう一つが、サバイバル100日をするっていうのもあって、まあ、これも結構ね、シビアなんですが、これを楽にする方法っていうのは前回の動画がありますので、これリンク貼っておきますので、そっちの方を見ていただければと思います。じゃあ、太っ腹の方の解説。なので、サバイバルの方で僕サーバー一つありますんで、それをちょっと使って解説していきたいと思います。はい。じゃあむちゃくちゃ簡単なんで、まあ簡単にやりますね。でまずこの、まあ買うお店とかに消耗品のところにソウルポーションってやつが売ってるんですけども、これで700で買えるんですよね。なのでこれを700で買います。2つ買いましょう。そうするとまあポーションで1個使うと500返ってくるんですよね。はい。なのでまあ1個で、まあ500まあ、700ソウルを買って、まあ、500ソウル戻ってくるっていうのがあります。なので実質的には700使ったけど700使ったけど200しか減ってないっていう状態になるんですね。でここで今ねそれを繰り返していくと、まあ、200ソウルしか使わないのに700ソウルってことで、いつもよりね早めに100万ソウルを達成することができます。で今僕、ワーデン使ってるんですけども、ここをね、解放してません。25% ね、支払う時のソウルが減少。これで500の 25% なんで、175減るんですね。なので、25を消費して700を使うって感じになりますので、まあ、ほぼね、ほぼ消費しない状態で、ソウルを買って、要するにこれで1400使って、1400使ってワーデンであれば、まあ、50しか消費しない状態で1400使えるということになります。なのでこれを繰り返すことによって、まあ、100万ソウルに、まあ、達成することはできるんじゃないかなっていう話になります。でワーデンでちゃんと25消費で、まあ、500、っていう、あ、700か700使って、まあ、25しか支払わないっていう感じでやると、そうですね、1428回買えば100万に達成するんですね。まあゼロの状態であれば。なので合計で3570ソウル、35700ソウルがあればまあ達成できると。まあ3万ソウルぐらいだったらね、サバイバルモードで貯めるのたやすいので、そうやったら、まあ、時間かかるけどソウルを買って使ってソウルを買って売ってって繰り返すと、すぐに太っ腹が達成することができますっていう話です。はい、じゃあ次ですね、シエアと、まあ、経験値の件でっていうことでお話ししていきたいと思います。
まあ今ですね、このシーアの解放で巨人が出てきて3日目で、まあ、バルハラに、まあ、帰って、まあ、その周回を繰り返してすぐにシーアを解放しましょうっていうことになってるんですけども、これやってもねあんまり意味ないですね。なぜなら、これやったところでシーアがね、まあ、初心者の方ですよ、最初のまだシーズン報酬を手に入れてない方に限って言うんですけども、それに関して言うとシーアを解放したところでこのシーアのこちら の気温効果を無効、まあ、要するに防具がない状態でも、まあ、暴れられますよっていうのとかが生かしきれません。なぜならシーズン報酬のレベル22の野生スターターキットの隠し事なしっていうルーンが最初にもらえるんですけども、これが何なのか、これは、鎧スロットの空き1卒ごとに与えるダメージ30追加、鎧スロットなのでシールドは関係ないです。鎧スロット5つですよね、頭と、ちょっと待ってください、設計図、頭と鎧と道具と手と腰と、まあ、ズボンと靴、この5箇所なんで3515で150、一発殴るのに150ダメージがね実数で追加されるっていうルーンなんですね。なので裸の状態とかでも気温も関係ないし、こちらの隠し事なしで威力も上がってる状態だしっていうことで、まあ序盤からシーアでね、裸シーア隠し事なしがついてる状態でっていうのが結構強いっていうところなんですね。なので1点だけ見ると、まあ、シーア早く解放しろって思うんだけども、結局こちらのシーズンレベルがね10にも満たない状態でやってしまうとあまり意味がない。だけど知らせみたいな感じ、シーズンが20になってなくてもシーア別に使うから別にね、巨人出てきたら3日で抜けるんだよって思うじゃないですか。それもそれでいいんですけど、なぜダメなのかって話ですね。巨人が出て3日目で脱出する時と4日目のブラッドムーン血の月の防衛をやってから抜けるのとでは経験値がね段違いなんですね。なので同じね30分プレイする40分プレイするとかでやるのであれば、それぐらいのねちゃんとブラッドムーンをクリアしてから4日目で抜けるってことが大事だと思うので、巨人を倒して3日目、2日目3日目とかで倒して抜けるのではなくて、まあ、4日目までやって抜ける、あるいは8日目までしっかりやって抜ける、あるいはフェンリルしっかり倒してやる、まあそれぐらいやったとしても10回クリアするまでの間に22とかってちょうどいい感じなんで、まあ、初心者の方ね、始めたばっかりの方とかいれば、まあ、裸シーア使いたいってことであればね、まあ近道というか急がば回るじゃないですけど、ただ単純に巨人3日間でやって最短でシーア解放するっていうのをやらないで、ちゃんとスターターキットも同時にねたくさん同じ時間を使ってやるのであれば、経験値を手に入れる方がね、僕は近道なんじゃないかなって思います。裸シーア野生スターターキットっていうのが定番でありますんで、そこだけ頭に入れといていただければと思います。じゃあ最後にですね、セイズの降り手コンボ攻撃を行うと 30% の確率で敵を追跡し、それに、大量の物理ダメージを与える、これすごく強いですね。例えばセイズの降り手が重複すると、まあ、多段ヒットという形ではなくて一発目でね2発発動した場合、それがダメージがね合算された数字になるんですね。なのでね1500とかしか食らわなかったやつがねいきなり4000ダメージ入ってたりとか、びっくりするようなねダメージが出たり、まあ、殴ってるだけで遠くにいるやつを勝手に追尾してくれるので、ホーミングしてくれるので、まあ、かなり強烈なやつ、ね、なんです。で、ボス戦でもね、有効だし。ただね、これ、デメリットをね、なかなか言わないんですけど、これ、セイズの降り手っていうやつは、まあ、先に発動して爆発するので、雑魚キャラがね、一発で吹き飛んじゃうんですね。なので、自分で殴れないんです。これ、自分で殴れないってどういうことなのか。まあ、敵が倒れればいいじゃんと思うんですが、マナがたまらないですね。これは例えばすぐ死なないようなボス戦とかであればセイズが当たって自分の攻撃も当たるから気にならないんですが、道中とかであったりボスと戦う、まあ、でっかいやつを戦う前にザコキャラでマナ貯めたいなとか、道中ダメージ食らったやつをバルドルとかそこの雷系の武器使って回復しながら進みたいなって方であれば全く向いてないです。
全然使えないです。自分で殴って回復したり、自分で殴ってボス戦前にマナ貯めたいとかってことはできないので、それができません。その動画をちょっとね軽く流して終わりたいと思います。あで、セイズ超強いって言われてるんですけど、僕はあんま強いとは思ってなくて、あ、逆にそうです、マナがたまらないんで。なるほど。ほら全然マナたまってないでしょ、今俺殴ってるけど。うんうんうん。ほぼ溜まってないですよ。一発で死なない相手だけで溜まる。さあ皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。まあ、実績チャレンジの件とかサバイバルの件、結構ね、めんどくさいと思いますけど、ぜひぜひ頑張ってみてください。ではまた皆さんお会いしましょう。グッバイブラザー。